と少しで怪盗祭ね。知らない？それは、あかりには。おお、それならオイラの言いたいこと。あなたたちも怪盗この企画もし参加し、それともし少様と私たちは、うん、そうなの、遅くなると人が早く行きなさい。そこのお兄ちゃん、その隣に浮かんでいるチビはいくらで。なんかおかしいぞ。でもまあいくら積まれても何せ普通の商人。なんか怪しい。そう言わないで。こいつは信頼できるやつ。そうだ、君たちも今年の名称の塔は神話に出てくる雲の中のきっと同じぐらい大きな浮上の。なんかすごい。ようこそリーウェイ。ちゃんちゃんはね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を飛んでみたいってあの子だから、そこのお姉さんにあの子を渡したんだ。ちゃんちゃんはいいことしたかな。今年鹿の角を。その角には、しかしあの決戦で山が崩れ、彼は切り落とされた角、今になってもなお新怪盗祭が今もありつつ。さようなら。名称の塔の材料。誰？名称の塔の建設進捗統計を担当している君たちは最近理由。そうだけど、去年は変わったマスコットを連れた旅人なんて。怪盗祭で人々が飛ばす小さな小一の屋台はリーユへのか。じゃあ小一には美味しいものもたくさんあるのか。もちろん、私に言わせれば怪盗これはリーユだから金にはならなくとも、リーユエジェンはいろんな面ですごいんだな。まだ何か聞きたいことがあった。ボーガさんは基本小一。そいつはどの店の。当然さ、ボーガさんは怪盗祭の全てに詳しいから。わかった、早く小一。それでこんにちは、何か用かしら。あなたの格好、リーユエの人責任者とも言えないわ。私はただ細かい部分を管理。超一で一部。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら、行くなら急いだ方がいいわ。そうだ、疑念のところに行くのな。これは我々総務士が昨年の怪盗祭のデータを元に作成した各商店への経戻ってきたらお礼としてちょっとしたプレ。人手が足りないな、もう少し人。ここはどんな美味しいものがあるんだ。お客さんかい。メニューはこっちだ。メニュー。うわー、それじゃあ、小さな屋台。当然さ、僕に作る。また今年も来たか。けーまあいい、書類をくれる。さあ食事しに来た。こんなにメニューがあるなんて。あれ、チコ魚焼き。うん、怪盗祭が英雄を祀る。なかなか見る目があるな。少し待っていてくれ、すぐにできるから。
はい、注文してたチコ魚焼きだよ。あ、おいしい。お前の最高の仲間としてゆっくり食べてくれ。僕は次のお客さんを対応しないと。まだ何か食べたかったらいつでも。怪盗祭名物。おかえり。すごく美味しかったぞ。そう、去年もそんな感じだったわ。まあいいわ。ほら、さっき言ったプレ。おー、すごく綺麗な明かりだ。あ、もし消灯に興味があるのなら、あの、すごく大きい明かりもその人が担当しているの。ええ、彼はその辺にいるだろうからすぐに見つかる。消灯を編んでショーにプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも。早くケイミョを探しに行こう。このペースなら間に合うだろう。消灯の編み方？おや、君の格好、この土地、消灯にはいろんなタイプがあるからな。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料はまず処理を施す必要があったな。はじめは難しいかもしれないが、数をこなせば慣れるさ。君たちのように消灯の編み方を覚えたいという人はもうそう多くない。あの超巨大な名称の塔もこうやって編んで作ったのか。あれか、あれも編んだと言えるだろう。だがリエユエにいる全てのものが。君も知っているだろう、超一の焦点がこの妙称の塔を建設。なるほど、これは怪盗祭の伝統だ。あ、このぬいぐるみも名称。それは何を寄付したとしても基本すべて受け取るよ。何せ盛大な祭りだ。おっと、君たちはまた消灯を編みたくなったら私怪盗祭を楽しんでくれよ。どう？見つけたぞ。ショート君複雑すぎ。大丈夫よ。よし、私はそろそろ仕事に。